皆さんこんにちは、たっちゃんのるです。今日はですね、暑すぎて半袖を着ております。もう急遽半袖に着替えて、現在はですね、扇風機も、回しております。もう相当暑いです。もうやめてほしい、本当に暑がりなんで。そんなことはいいんですが、今日は何をするかと言いますと、僕はですね、大学に通いながら一人暮らしをしているんですけど、大学生、一人暮らし、そして買い物、これを組み合わせてみました。近くにダイレックスっていうスーパーというか、買うところがあるんですけど、そこでしょっちゅう買ってます。すごくポイントもたまりますし、品揃えも豊富なんで、今回は一体大学生の一人暮らしのこの片腕男が何を買ってるかっていうのを、動画で撮っていきたいと思います。一旦ちょっとポジションを変えていきたいと思います。結構安い店っていうことで、ついつい不要なものも買ってしまうんですよね。本当に典型的なダメな買い物の仕方で、本当はなんか予算とか決めていったりとか、もう買うものをメモしていく、絶対にこれだけとかって決めていく方が、本当は経済的にはいいらしいんですけど、もうそんなことを考えないバカな若造ということで、今回は温かい目でご覧ください。もうそういうのがいっぱい出てくるんで、もう本当に典型的なダメな買い物の仕方を紹介していきたいと思います。アイスとか生物とかちょっと買っちゃったんで、それを常温にするのはちょっとあんまりよろしくないんで、とりあえず一旦それは冷蔵庫に入れて、一個一個まずそういう冷蔵庫に入れなくていいものたちを先に出していきたいと思います。まずはですね、野菜生活、野菜生活三種盛りです。こいつらですね、これね、野菜生活、しっかり野菜取ってますよっていうアピールですね。あと結構自分は飽き性なんで、こういう飲み物とか買うときはこういう違う味を買ったりします。本当にこれは朝遅く起きてしまったときに、ちょっとなんかお腹入れないとやばいなっていうときに飲むことが多いです。こいつらね、三種盛りはここに置いておきます。続いて、ドリンクからいこうかな。はい、体にあまりよろしくないコーラ。はい、なんかほこりついてる、きったね。これコーラとカルピスですね。なんかこれ結構安く売ってあったんで買ってみました。安いものをどんどん買ってしまうというですね、本当に悪い買い物の仕方をやっています。はい、この体に良くないコーラでも、もうこれがないとストレス溜まりまくりです。はい、でお茶ですね。濃いお茶、茶化的2倍とか書いてあるんですけど、これはいいでしょ。普通に出かけるときに持っていくようなお茶です。これはもう本当に何でも飲めるんですけど、あとはカフェオレ、あとはこのカフェオレ。なんか最近実家に帰る途中で道の駅じゃなくてサービスエリアでこれ飲んでみたんですけど、結構美味しいなっていう、結構独特なカフェオレだなとは思うんですけど、この牛乳 54% っていうのがすごくいい味出してるなって思ったので、もう一回飲んでみようかなということで買いました。はい、このカフェオレに関しては、結構好きなんで、これに関しては文句言わないでください。健康にいいか悪いかなんか分かりませんけど、結構飲むんで、そこはもう触れないでほしいなと思います。はい、あとは夜小腹が空いた時に食べるあんまり体によろしくないお菓子たちを紹介します。これですね、ドンタコス。もうこういうの大好きなんですよ。こういうチリトマト的な、なんかこれ今まで食ってるやつとはちょっと違うんですけど、なんか新商品っぽかったんで、わかんないですけど、新商品かどうかわかんないですけど、なんか初めて見たなっていうことで、このドンタコスっていうのを買ってみました。はい、あともう一つが、クリスプス、ポテトチップスのクリスプス姿、これなんか安かったんで買ってみました。この辺ですね。この辺は基本的に喉乾いた時に飲むのもいいし、なんか頑張ったなって時に飲むのもいいし、暇な時に飲むのもいいということで、こいつら買ってます。あんまりお菓子大量買いしてしちゃうと、本当にこれまだあるからいいやと思って、本当に1日何個も食べてしまうっていうこともあるんで、大体お菓子はこんぐらいの量しか買いません。はい、時と場合によります。本当にイライラしてる時はめちゃくちゃ買うっていう時もあるんですけど、基本的にはあんまり、こんぐらいにしといて、もし本当に食べたかったら買いに行くんで、
まあこんなもんで、お菓子たち、ジュースたちはここで一旦おさらばということで、端っこの方に置いていきます。ちょっと見てて、まあ、一応一人暮らしっていうことで、もうほんとたまに自炊をするんですけど、その自炊のメニューっていうのが大体決まってて、大体皿うどんです。で、結構だ、友達とか地元帰った時に自炊してるのとか聞かれて、あ、たまに皿うどん作ったりするけどみたいな言って、お、すげえみたいななるんですよ。けど、あの皿うどんって実は、あの皿うどんっていう名前だけで難しそうな料理ですけど、めっちゃ簡単ですからね。はい、ということで、自分がいつも使ってる皿うどんの元というか原料というか、これを使ってます。この中に、まあ、あんかけ、皿うどんって上にあんかけをかけると思うんですけど、それを作るための、まあ、粉スープっていうのかな、まあ、そのあんかけの元みたいなのが入ってるんで、それと水を混ぜて、で野菜を、野菜とか肉とか、まあいろいろ炒めて、その上にかけるっていう方法がめちゃくちゃ、これ簡単ですし、めちゃくちゃうまいです。そもそも、あのスープの袋、スープの素みたいな袋の中にその原料がもともと味付けされてるものなんで、もう特に、まあ、肉にちょっと塩コショウかけるぐらいで、特に何もせずに簡単に作れて、めちゃくちゃ美味しいっていうのになってます。で、大体、まあ、この皿うどんのあんかけの具ってもう残っちゃうんで、次の日の朝とかに、まあ、あんかけ丼にして卵を上に乗せて食べたりとか、まあ、あとは、焼きそば、あんかけ焼きそば的なものに作ってみたりとか、皿うどんのこのスープの素であんかけを作ることによって、いろんな、レパートリーっていうのがあるので、結構これ本当に一人暮らしの方おすすめです。そんなに高いものでもございません、179円です。これしかも2人前入ってます。2人前食うとめちゃくちゃお腹いっぱいになります。ただ、この中に肉、野菜が必要になってきますよね。で、今回買ったものを紹介していきたいと思います。おう、ちょっと冷蔵庫から取ってきました。まず、材料、まあ、先ほど言った次の日の朝、卵かけてあんかけ丼にしたら美味しいよってことで、まあ、卵も買ってます。で、まあ、材料はというと、まあ、ピーマン。ピーマンは正直、あの今思ったんですけど、入れたことなかったです。なんで買ったんだろうって思うんですけど、そうですね、ちょっとピーマンいつも入れてないんですけど、なぜか買っちゃいました。まあいいでしょう、ピーマン入れても美味しいとは思います。では国産豚ですね。こちらも安いですね、万能細切れっていう。あとはもやし、もやしなかったら結構違いますよ。もやしで、あのかさ増しできるんで、めちゃくちゃもやしおすすめです。で、このもやしなんですけど、よく見たら鳥ニータのニータンって言うんですけど、何ですかね、もうこのマスコットキャラクターがついてます。はい、でサガントスバージョンも作ってくれたらめちゃくちゃ買うと思います。はい、よろしくお願いします。あとは人参、キャベツ、キャベツ半玉です。でキャベツ余るんで、先にいい部分だけを千切りして生野菜として、まあドレッシングかけて食べることが多いです。まあ、ちょっと太めの部分とか若干固めの部分をこういう皿うどんとかに入れると、まあ、あんかけによって結構柔らかくなるんで、結構食べやすくていいと思います。まあ、キャベツですね。ラスト、玉ねぎ。玉ねぎは絶対あった方がいいと僕は思います。はい、あとは、まあ次の日の朝ごはんとかで使える、あのベーコンとか、あとは、まあたまにめちゃくちゃ急に食べたくなる納豆とかですね。納豆はもう一人暮らしなんで、賞味期限を見て買わないと、ちょっと食品ロスになってしまうこともあるんで、ここは気をつけてます。今日皿うどん作ろうと思ったんですけど、ちょっとやる気がなかなか出なくて、まあ、今日の夜ご飯は、はい、もう安いお寿司を買ってみました。535円ですね、税込み。これ結構ね、あのたまに買うんですけど、プチ贅沢としてたまに買ってます。特に何頑張ったとかって ないんですけど、今回この中でもし買うぞってなった理由は、よく見てもらったら、イクラが結構いっぱい入ってるんですよ。で、イクラめちゃくちゃ大好きなんで、もうこれは買うしかないってことで、まあイクラが呼んでいたっていうことで、今回は買ってしまいました。あとは、あ、これ忘れてました、野菜。小ネギ。小ネギです。結構、刻んでるやつがあるじゃないですか。
そもそもカットされてるネギっていうのを売られてるんですけど、それ100円なんですよね。でもこっちの方は79円なんですよ。最後、はい、雪見大福。これはもうあの冷凍庫に入れてたんで持ってこないとダメですよね、悪くなるんで。はい、雪見大福買いました。はい、これ最後ですよ、いいですか。それではスポンサードの紹介です。日本のスポンサー、ブラックモンブラン。いや違うね、多分竹下製菓株式会社って言うと思うんですけど、わかんないです、あの覚えてないですけど、サガン投資サポーターなら誰でも買うと思うんですけど、もう本当にあのサガン投資にいつも貢献してくださってスポンサーになっていただき誠にありがとうございます。一人のボンクラサポーターから、感謝の言葉を述べたいと思います。本当にありがとうございます。もうこれは多分あのサガン投資サポーターしか通用しないネタなので、この辺にしておきたいと思います。すごく美味しいですよね、ブラックモンブラン。あ、ちょっとあのアイスとか生ものとかあるんで、ちょいのちょいで話してきましたけど、まあ今回はこんな感じで、買ってみました。いくらがこぼれ落ちそう、いくらだったのかっていう話なんですけど、これだけ買って2762円。安いね。正直この辺のあのジュース類とかあのおやつとかアイスとか買うつもりは毎回ないんですけど、やっぱ買っちゃいますよね、もうルーティンみたいな感じで。もうそれはもうあの若いうちは仕方ないけど、本当に生活習慣病とかになるの嫌なんで、本当に気をつけていかないといけないかなと思ってます。僕たちにもなっていろいろ自己責任なんで、まあ本当にこいつらのせいでって言ったらあれですけど、太りすぎなんで、めっちゃ今過去一太ってるんで、本当に痩せなきゃいけないなと思ってます。はい、ではレシートはこんな感じで、ぜひ、まあ、一人暮らしする人とか参考にしてくれれば嬉しいなと思います。はい、もう片付けていかないといけないので、まあ、今回はこんな感じで、どうだったでしょうか。一人暮らしこんな感じで、まあ、頑張ってますというか、まあ、こんな感じでやってます。本当に誘惑が多いですね、スーパーは。ただめちゃくちゃいい買い物ができたんじゃないかなと思います。まあ、この皿うどんに関しては多分明日作ると思うんで、その動画も上げていけたらいいなと思っております。その辺はもしかしたら上がらないかもしれないので、明言はしませんが。あとですね、まあチャンネル専用の Twitter、Instagram も開設しておりますので、そちらの方は概要欄に貼っておきますので、皆さんそちらの方のフォローもよろしくお願いします。まあぜひ、この動画、チャンネル登録と、いいねと思った方、高評価よろしくお願いします。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。